テーブル。飲み。はい、かっぱ寿司にやってまいりました。おお、久々だね。久しぶりだね。久しぶりだね。かっぱかっぱかっぱなマークの。はい。はい、今視聴者さんが歌ったよ。ありがとう、うん、頼みましょう。頼もうぜ。そうでね、中学生になって何皿食べるかっていうのを検証いたしました、はい、前は最高7、デザート入れて6ぐらいじゃない。そうだね。じゃあ行きましょう。行くぞ。大食い企画ですか。目指せ7皿で結構食べれるようになったからね。納豆いくら。じゃあ入れますよ。お湯が固かった。ありがとうございます。おーちゃん、お水持ってきてくれた。おー、サンキュー。ほら、ほらほら、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 こうやってこうやってそっかるんだね。おー、すごいね。なんかかっこいい、なんか俺たち、いくら集団みたいな。俺たち、いくら集団。いただきます。はい、これウニ。ニュウニです。はい、醤油いただきます。はい、マママジで食べる。はい、どうぞ。いただきます。出た、古い子。うまい。うん、美味しい。納豆もね、実は今来たんだよね。うん、そうそう、美味しい。やばい、久々。うまうま。味噌汁飲ました。うん、うまうま。わかる、食べる。いただきます。納豆、うん、うまい。美味しい。うん、今ね、アジが来ました。なに、どうしたの。なんていうか分かんない。すごいね、もうこれでおーちゃんさ、ようちゃんすごいよ。余裕の4点以下。1皿半しか食べれなかったんだよね、2年生ぐらいまで。ね、超いっぱい食べれるようになって。ね、超いこう。美味しそうに食べるなと思って。うん、全然お寿司も寿司ないよね。バカ。もうやだ。迷惑すんや。こんな感じですよ。いいね。何やってた。何も面白いこと言ってないよ。ただ食べてるだけだ。うん、ずっと休止してた。うん、もちのろんのすけ。あ、なんて、もうついちゃった。すごい。あおちゃん、次は何行きますかって。まだ納豆あるけど、うん、納豆がまだあるんだけど、何行きますか。うーん、自分でやって。甘えてねえで。食った気しないね。まだまだ。はい、今ね、また頼んだのから。頼んだよ。4個目ウニ頼んだよ。ウニ4個目じゃん。大好きなんだもん、ウニ。大好きなのね。あ、いっぱい来たよ。父ちゃんのまだ来てないね。普段はそんな優しい喋り方じゃないよ。そうだよ、鬼だよ、普段の鬼。あ、ちょっと来たよ。これ俺だ。あ、これ俺か。焼きだから。あ、焼きだ、ほんとだ。鬼滅の鬼だよ。見てて、やばい。首切ろ。帰ったら。
むっちゃ鬼だよね、ママね。結構さ、コメントでさ、お母さん優しいって書いてくれるの。ああ、嬉しいなと思って、反省をするよ。あ、じゃあもうみんな書いて。みんなのお母さんも、電話出るとき声変わるでしょ。多分ね。ちょっと高くなるでしょ。うん、多分ね。何やってんの？はい、もしもしみたいな。そう。変化が。ママね。年取れば取るほどどんどん広くなっていくわけだ。そうなの。もうどんどん高くなっていってる。ママのタコ。え、みんな怒られてんのかな。うちすごい怒るじゃん。ちょっと怒られてんだろ、みんな。ママより怖いかな、みんな。あの、一人分かるよ。一人は分かるぞ。一人はママより怖いって知ってるけど、みんなどうなのかなってすごい思う。あおちゃんだけかな、こんな怒られてんの。大変だね。友達怒られてるってよ、お母さんに。みんな当たり前の話しない。そうか。みんな怒られてるよ。いいですよ。お稲荷さん間違えて頼んだと。そう、間違えてね、おっしゃったんだけど、お稲荷さん好きだからいいです。何かな、頼んどく。ちょっとわかんない。何か、パーモン食う。パーモン食う。パーモンってキュウリ食べるから。あ、おい、キュウリちょうだい。はいよ。はいはいはい。何わかんない、なんか丼みたいな。何皿？4皿。4皿、あれ減ってない？でもほら、もう1皿食べるでしょ。でも、熱いよ、熱い熱い熱い。待ってる、あとにさ、お腹なんか、膨れちゃわない？待ってて、うん、そうね。熱くない？平気？うん。夫婦一緒。夫婦してくる。ねえ、やめて。やばい。なんで、いつもじゃん。ねえ、やめて、言わないで、感想になっちゃうから。熱いので、気をつけてください。どうした、どうした、どうした。もうさって言うじゃん。分かったよ。絶対言わないから。しょうがないんだよ、一人っ子は。なんか一人っ子のせいにしないでよ。しかも一人っ子じゃなくても言われてる人いるし。そうね、うん、だってあおちゃんすぐさやけどしちゃうからさ。あ、キュウリ来た。あれ、うん、すごい、なんかオレンジね。はい、うん、はい、あおちゃんのサーモン来ました。あとね、キュウリ。危ないね、ママ。キュウリのごまだれ。うん、あおちゃん大好きだから、キュウリね。どう？おいしい？やった。うん、なにこれ。おーちゃん、そうだ、毎日キュウリ食べてるね、そういえば。ぬか漬けのキュウリ食べてさ。ウニうまっ。うん、ちょっと待って、見て。パパ、超積み重なってた。でも、あの、ウニが1貫だけだから。あ、そうなんだ。これ4つ食ってったら2皿前に。でもこれママで食ってる。ママだ。ねえ、パパのせいにすんだよね。ねえ、このさ、あのね、みんな聞いて。いつも、いつもね、こうやってね、お寿司屋さん来るとね、全部ね、食べたお皿をね、ママの前に置くの、この二人は。それでね、自分たちのところに一皿だけ置いてね、なんかもうお腹すいたよっていう風にやるんだよ、店員さん来てるところ。これ毎回やるの。どうにかしてくれない？こっち一皿に含む。踏まれねえだろ、それ。お寿司ではない、ね。それ 0.5 だよ。でも、よく食べる。そうだね。これ、うま、一生食べれるの。うまな。いいよ。じゃあ、いつもやる。軟骨から揚げ。おいしいのね。一個だけ。もう食べなさい、食べなさい。あ、激アツ。激アツ、激うま。うん、うまうま。よくあれじゃん。うん、あの、ケンタッキーフライドチキンの端っこの方にあるポリポリってしてるやつ。あ、そうだね。うん、サーモン待ってよ。うん、え、キュウリはいけるんだ。あれ、サーモン待ってとか言ってんだけど、この人ダメじゃね。食べる？うん、まあ、食えては食うけど全然食べないけど、無理そう。カン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 。いや、あとはあれか、キュウリは食えるね。うん、やっぱ食う。一皿目。え、結局じゃあお寿司は4皿ということでいいですか？キュウリ2つ食べるから、まあ1皿と数えてあげましょう。
なんか減ってるか、なんか減ってない？おかしいね。タピオカ飲む。タピオカ飲む。おいしい。家で飲みたいこれ。またキュウリね。おいしい。1本ちょうだい。ありがとう。ごまだるごまだる。いやいやいや。じゃあ。これでしょ、デザート頼んだでしょ、今タピオカね。タピオカ来るまでゆっくり食べてください。ゆっくり食べる？うん。ムカつくな。すごいムカつくな、その食べ方。中二病だよ。そうです。デザート登場、あおちゃんの、yeah. タピオカですよ。ほら、タピオカ。やばい、今日眠くなってきちゃった。やばい。帰り運転するよ。いや、お前ら帰り、あれ歩きだよ。なんで？ハゲの、ハゲのガチャガチャどうのこうのっすよ。ハゲなんて、カチューがずれちゃったってやつだぜ。安心するわ。なんでだかわかる？隠れてるから。特にこの前らへんね。安心するわ。なんでだかわかる？隠れてるから。安心させたい。安心する。安心安全で。これが一番。それが一番安心安全。そうだね。これでも長い期間生きてられる、うん、もう絶対訴えるんだよ。でもね、あれだよ、世の中のね、お母さんたちね、そんなにみんな嫌じゃないと思うよ。嫌じゃない？ハゲはどうでもいいんだけど、スプーンがねえの。ね、下に氷があってまっすぐ刺さんない。じゃあ私も飲まなきゃいけんじゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私これ持って帰ってね、家で、はい、ゆっくりで、結果発表。チャン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 。葵さんが食べたのは1、2、3、4ときゅうり2つ。もうチナこれも飲んでるからね、全部、うん、お寿司4皿でした。伸び悩み。大食い企画は無理ですね。パパ、ね、うん、は13皿ぐらい。もうちょっとあれからまたいっぱい来たから15とか、うん、美味しかった ね、うん、そしたら偶然、すごい偶然なんだけど、ね、同じお店にいとこだから来た、うんうん、葵のね、いとこが、そう、あれでも、おい、うん、服も一緒。そう、そう、上着かぶり、ね、そうそうそう。でね、そのいとこはね、もうスタイルもほんと一緒なんだよね。これで背が高いのね、もっとね、ほんと親子みたいなんだよね、そこが。びっくりした ね、 ね、でも久々に会えてよかったね、うん、よかったね、うん、で帰りますか、じゃあ帰りましょうか、うん、お腹いっぱい、お腹いっぱい、美味しかったね。決まった、決まった、はい、よかったです、はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。